長い間黒沢さんのそばで仕事をされてた熊田さんっていう方がいらっしゃったんですけれども、えっと、熊田さんが制作をずっとやってらしたんですけど私その前の映画で一度お世話になってでその今熊田さんがその黒沢さんのところで仕事をしているということでで今ランというのをあの準備してるんだけれどもすごくいい役があるんだよねっていう話を 情報をくれたんですね。それでオーディションを受けてみたらどうだろうという風に言ってくれていきました。はい、この本の中には二人の女の人がいて、どっちをやりたいか、どっちが合うかわからないので本を読んであの意見を聞かせてくださいっていうことになって、でその撮影をすることになったら眉毛を剃らなきゃいけないんだけどもどうですかと言われて、で眉毛はもう全然 いいですもう大丈夫です」って言って私こういうふうにやってこう眉毛をこう隠して見せたんですねそしたら「おお」っていうふうに監督おっしゃって面接は終わりました、まあ、本はものすごく面白くてで女性の楓の方と末の方と2人メインで出てくるんですけどもその当時圧倒的に私は楓の方が面白くてもうやらせてもらえるならこっちしかないっていうふうに思いました。一番最初は 全くメイクも何もしないで黒澤さんと私と根津さんの3人でしたかね本読みをやってそれからメイクも全部紛争も本当の,あの本番用の衣装を着てでリハーサルをやるんですね。でそれでどんどん軌道修正していくんですけどその黒澤さんはこう遅れ毛をこう綺麗に見せたいんですけれどもそれをこう 綺麗に出していくのすごく難しくて何度も何度もやっていくんですけどそれから眉毛も天井眉ってすごく位置が難しくてどこにどのぐらい描けばそのいい雰囲気になるかっていうのを探すのがやっぱり大変でそれでもリハーサルをやりながら全部同時進行しながら軌道修正していきながらあの本番に向かっていく。 で衣装もどうして本番用の衣装を着せてくれるかというと和田さんがあの衣装を随分前から準備して作っていたんですけれども全部サラなんですね。でその誰も袖が通してない着物を着こなすにはやっぱり大変なのでリハーサルをやって何度も着ていくうちに体になじみ着る側もその衣装の側もこうなじんでいくというか。 そのために本番用の、えー、衣装を着せてもらってメイクもかつらも全部本番用でということをやってました。4ヶ月ですねで毎日じゃないんですけども1週間に1回か2回ぐらいやってそれで1週間空くとその間にみんながいろいろ考えますよね考えたり工夫したりでそういう時間を通すのでこうだんだん練り上げられていくというか。 私もこうダメ出しされるとその何が悪いのかとかどうしたらそうなるんだろうっていうことをそのの週間の間にいいろろ考えるんですね。本田先生というあのコンパル流の方がいらして、えー、歩き方とか声の出し方を少しやったのと二郎に飛びかかるシーンがあるんですけどそこの「縦がとにかく難しくて縦師の久世龍さんという方が「 考えたものを黒沢さんと相談してじゃあこういう子たちでいきましょうと決めて監督と久世さんと俳優だけでやってみて一番最初はもうあの久世さんがこうやってこうやってこうやって兜ぶとこう投げてって、はい、やってみてって言かかったんですねで,でも私はあのその時は、まあ、何回かやればできるようになるかなと思ってたんですけど。 後で聞くと黒沢さんと久世さんはやっぱりあの盾を変えないと無理じゃないかっていうふうに思ったらしいんですけどまあ何度もやっていくうちにどんどんできるようになり体も動くようになりで最後はあの動きが速くなりすぎてよくわからないからもう少しもうちょっと抑えてそれからためを作りなさいとかいろいろ細かくなっていくんですけどあのシーンが一番長く何度も何度も。 やりまししたたどうでしたかね、メインの一番大事なところはとにかくその治療に飛びかかるところでそのシーンとそれから太郎が家督を譲り受けて初めて天守閣で感想を述べるというかその我が物になってみるとって楓の,の方がこ「この城は父の城」みたいなあのセリフを言い始めるところがあるんですけどその そこももすごく何度もやったんです、ね、で、他はそんなに何度もやってなくてでも、まあ、撮影が始まると前日に次の日のリハーサルをやってでもう全部ライティングから全部決めて次の朝はもう本番だけで本番になると黒澤さんが軽くテストをして本番テストをやってで「思いっきりやってください」って言われるんですね。 で思いっきりやってくださいってことはまだ足りないんだなと思いながらじゃあもう,も,うもう最大限でやろうっていうふうに思ってやるんですけどでうまくいった時には黒沢さんがもう自ら立ち上がって拍手してくれて「素敵でした」ってこう言ってくれるんですけどそう言われるともう全スタッフがその半年間苦労してきたその苦労がパッとこう報われる感じがするんですけど。 で、その本番が終わるとあの次の日のリハーサルをまたセットでやってでそこから照明さんをまた仕込むっていうそういうことですねだから早いんです午前中だけで大体終わっちゃうんですけどただ私があのその黒沢さんランをやる前にかなりこう落ち込んでたんですね。それででもう、うう俳優やめちちゃおうかなってて、いいぐら落込ん このままやめるとなんか悔しいというかこう負けたままだなみたいな気持ちでじゃあ一からやり直したいって思ってた時にランをやることができたので何があってもとにかく100%頑張ろうというふうに思ってましたのでそれでもその黒澤さんはその俳優がすぐにできないとか分かるしそのためにはじゃあどういう段取りでどういう準備をしていけばその 黒沢さんの目指すところまで持っていけるかっていうことをもう熟知してたのでそういう,こう寝る時間っていうのがあったことがまあ俳優にとってはものすごくやりやすいことでしたねでもやっぱり今でもあやっぱり黒沢組も帰りたいなって思うぐらいその緊張感っていうのは気持ちが良かったですね怖いですめちゃくちゃ怖いけどそのただ怒られるというんじゃなくてその クローサーさんの目指すこの映像を撮りたいんだっていうビジョンがあるじゃないですかで私たちには見えないんだけれどもなんとかみんながこう近づこうとする100人からの人たちがこう一つになっていこうとするその緊張感がやっぱり他では味わえないと言いますか黒沢さんだからこそできたんだなと思うんですけどんかほとんどあのー、話をしたのは熱、ね、さん ぐらいですかね人と仲良くする役じゃないじゃないですか寺尾さんともほとんど話をしなかったし中台さんとは全く話をしませんでした <laughs> っていうのは親の敵だったので <laughs> それで先日30年ぶりにあの仕事させていただいてすごい嬉しかったですね。今回 やった時もやっぱりちょっといじめちゃう役だったんですけど僕はいつも原田さんにいじめられるんだよねって <laughs> おっしゃってましたけどでもそのランの時中田さんがねあの最初にイノシシ狩りをしますよねあれかっこよかったですねって聞いたら影武者の時にその落馬をしてしまって撮影ができない時があったんですってでランの時には絶対そんなことを そんなふうに迷惑をかけないようにすごい乗馬をやって準備をして馬を二頭買ったんですって馬を二頭買って毎日のように一年間練習してたって言ってましたむちゃくちゃかっこいいですよねあのシーンああいうことをやっぱり本当にやるから最初の秀虎のまだ全然元気でバリバリこうエネルギーが余ってるぐらいな 表現ができるんだなとるかと思って <laughs> <laughs> そしたら三船さんは3頭持ってたんですってでご自分の馬で撮影をしてたってすごい <laughs> 楽ですねっていうのはこう切らないで済むし何度も同じことをやんなくて済むので最初から最後までずっと気持ちを通していけるんですけど。 ただ大変なのは例えばこう刀を持ってその刀をの,このクローズアップも一緒に撮るわけですよね。それから一番大変だったのがお稲荷さんの狐をこう持ってくるシーンがありますよね黒金の。そこでそれも3台撮ってるんですけどその黒金が入ってきて、えっと、こう私が開けてびっくりして包んでた白い布をバーンって引っ張ると。 ゴロンって転がるんですけどで原田君その狐の顔をこっち向けてねって言われて <laughs> そんなことできるわけないだろうって思っちゃったんですけどまさかそんなことができると思わないんでしょでもやらなきゃしょうがないわけですそのワンカットの中で。それでどうしたらそんなことができるのか分かんないからその,その狐とお塩とその布を持って。 女監督さんたちとセットの隅に行ってもう何度も試してみるわけですよで,で何度もやってみると絶対にその狐の首が向こうを向くっていうポジションが出てくるんですよねその風呂敷の向きお塩の量最初の首の置き方ベストポイントってのが出てくるんですよでそれが分かってやるとまあ本番で一回で OK になるわけですよね全部の 芝居が、ね、でそういうことを結局教わったというか、まあ、最初からできないっていうんじゃなくてやるにはどうしたらいいかという工夫をするそのことが大事なんだなというのをそのシーンでもうだからやる側は全部が飲み込めればすごくやりやすいんです。 例えばすごくテンションが高いものをじゃあ今度はあのアップだからここからここまでっていうふうに切られちゃうとそのためにテンションを上げなきゃいけないしつながりを考えなきゃいけないし、うん、黒沢さんはご自分で編集もされるので一つの流れが3つのポジションからのカメラがあればやっぱ不思議なこう力が生まれる気がするんですね。ブツブツツ切っっっててるとやっぱりできなななないいんじゃないかなって思うようよ 実際その打ち掛けを切るっていうのは、あの本番の時だけだったんですね。それで最初は切れるんですよ。貼ってるのでキャンバスが貼ってあればこう裂けますよね。でも2回目からはこう張りがなくなるので全然切れないんですよ。だけど本命なんですね。で、本名を持ったのも初めてだし <laughs>、やっぱ振り回されちゃうんですよね。手に力もないし。だからあれだけは大変でしたね。 黒沢さんは基本的にそのスタッフに対しても、俳炎に対してもこう曖昧なことは言わないんですよね。で、全部具体的に言っていくんですね。で、例えば風をこう起こしたいと。それにはじゃあここと。ここに板を立てればいいじゃないかとか。そういうあの具体的なことをどんどん言っていくんですけど、芝居やってできないと。 もうデッサンがでできてないんんだよって怒られるんですけどつまり俳優はその役をどうやるかということがちゃんとデッサンができてれば自然に動けるはずなんだけどもリハーサルになるとみんな緊張しちゃったりこうどうしていいか分かんなくてぎくしゃくするじゃないですかそうするともうブワーっと怒られるんですね私が一番大変だったのは家督を継ぐことになってその初めて楓の方が本音を言うシーンなんですけど。 太郎がすごくいい気分で家督を継いだのはいい気分だってここの天守から見るのも我が物となってみると気分がいいって言って楓も喜ぶかなと思うと楓の方は母はこの部屋で自害なされたっていうことを言い出すところがあるんですけどどうしてもその声が違うって言われるんですね。そそのののトーンが違うその本当にこう体の奥から 回ったで首を絞めるような感じとか僕は具体的なことしか言いたくない抽象的なことは言いたくないんだけどそんな感じなんだよねってずっと言われてで何か月かやっていてある時あのフランス人の通訳をやってらっしゃる方であの黒澤さんの大ファンの方がいらっしゃるんですけどでで彼女が遊びに来てでみんなで食事をすることになって。 でその時にその昔フランスではね戦争中に食べるものがなく,なくてカタツムリをみんな家で飼ってたんですよ。でカタツムリを食べる時に茹でるんだけどカタツムリが泣くんですよって話をその食事中にされてその時にカタツムリがね「イー!」っていう声を出すっていうんですよ。そしたたら私はなななんんとくく遠でで聞いいてたんですけどいきなり 原田君、それだよ」って言ってその,そのいつもできないシーンは「そういう声だよ」って言われて「どういうええー、みたいな、まあ、断末魔の声というか「そういうことなんだよ」って言われてでもその時にこう「死にたくない」とかっていう気持ちなんだなっていうことがやっと分かってで本番でそういう、まあ、奥の方からこうその気持ち声が出てくるような。 やり方をでやったらまあ一応 OK にはなったんですけど深いところまでこう自分が触れてないとそこまでこう上がってこないというか声や顔や動きにこう出てこないでランヌは本当に日常の話ではなくてかなり濃く深い表現をしないと届かないような作品だったのでまあその時は。 目いっぱい頑張ったつもりですけど最後の最後だったのででもやっぱり震えましたね最後一番大事なセリフを言わなきゃいけないんだけれども割と時間が空いてたんですねその最初の詰めてやってたあのセットの撮影とみんなも半年間ロケに行っててで私半年待ってなかなかこう最初のテンションまで持っていくのが大変でしたねそれで それも何回かしかチャンスがないのでその首を切られてブワーッと血が出るところだったのでなかなか大変だったと思います黒沢さんはなかなか多分オッケーを出せなかったと思いますけどこれは黒沢さんにも言ったんですけど私はやっぱりその山梨鈴さんを超えなきゃと思ってたんですね思ってたんですよ25歳なのに <laughs> それで マクベス夫人は超えるぞっていう意気込みでやってたんですけどでみんなが「原さんいいわよ」とかって言ってくれてたのですれいぞってどっかで思ってたんですけどこうできたのを見たらあまりの線の細さに愕然としちゃってもうダメだこんなんなじゃだだってすごく思いましたね自分の芝居はだけどもそれ、まあ、後々黒澤さんに話をしたんですけど何年か経ってから。 で自分としては納得いかないなんか納得いかなかったんですよって言ったら黒沢さんが「いやあの時はあれでいいんだよ」っていうふうに言ってくれてじゃ黒沢さんがそう言ってくれるならそれでいいんだというふうに思ったんですけどなかなか25の <laughs> 俳優がですね40歳の,その一流監督とずっとやってきた山田悠純さんにかなうわけがなくて。 でも、それを見、見て、俳優っていうのは、その。自分自身が、ちゃんと人生をきちんとこう生きてない限り。あの、芝居だけで、太くなったりということは、できないんだっていうことを、痛感したんですよね。だから。ものすごいいい勉強、になりました。その時はやっぱり。 よくわからない部分が多かかったですかねいろんなこう自分の気持ちの方が先に見えてきちゃってだけども先日デジタルリマスター版を映画館で見せてもらった時にすごいいと思いましただから初めて客観的に一本の映画として見たんですけどまあもう本当に。 もう一緒に見た人たち全員が「すごい!」ってその言葉しかなくて黒沢さんがやろうとしてたことってこういうことだったのかっていうのが30年経ってやっと分かったしあのその時の自分自身を見ても「今やれ」って言われたら絶対できないんですよね。そその若さであったりそれからもう 盲目的にこう突進していくようなものであったりそれはこう年を重ねればできるっていうことじゃなくて本当にあの時に全身全霊でやったことなんだなと思ったのとそのエキストラのどの人一人もそれからスタッフのどの一人も全部命がけだったなっていうことを感じたんですよね。 本当に命がけけででやってたと思うんですけどでそこまでこうその気にさせるというかそのこの一つの作品を作るっていうことに対して全身全霊で「かかってこい!」ってあの自分はこういうのを作りたいんだって言い続けた黒沢さんってやっぱりすごいと思いました。